今日はね、ハリウッド黄金時代の大女優エリザベス・テイラーについて話せということでございますのでね、戦後からね、大活躍でね、大好きでね、私もよく見てましたんですけどね、いろんな逸話のある人でね、カメラマンにね、マスカラを塗りすぎだって言って注意されたら、いいえ、マスカラ塗ってますよ、塗ってるであると、つけまつげのつけすぎだと、いいえ、つって、それ地毛だったって言うんですね。で、まつげがね、真っ黒で、髪の毛も真っ黒で、もともとは、イギリス生まれで、1932年で、私より3つ上なんですね。で、それで、2011年、79歳で亡くなったんですけども、映画としてはね、その若草物語で、ジューン・アリスンっていう女優が主役でしたけどもね、でそれの中の兄弟の一人としておしゃれで寝る時にね鼻を高くするんだって言って洗濯バサミを鼻につまんで寝るそういうお嬢さんの役で出ていてあとはねモンゴメリークリフトという男優さんと出ていた日の当たる場所であとはクレオパトラでこれはもう本当に大変な大掛かりでねもう経費がかかって大変だったそうですよ。で、バターフィールド8という映画、これは売春婦のね、高級コールガールの映画でアカデミー賞を取ったんですね。で、バージニア・ウルフなんか怖くないっていう。これはね、もう珍しくね、生活に疲れた感じのね、メイクアップやね、体重も太らせたりしてね、見事でしたよ。ああこれはアカデミー賞もらってもおかしくないなと思いましたけどね。そしてなんと結婚がね8回なんですよね。で私がちょうど会った時にはね8回目の結婚離婚の真っ最中でしたね。で車椅子に座ってましたけどねホテルニューオータニだったんですけどねでその時に本当に綺麗でしたよ。でも気の毒なことに車椅子で、ね、座ってましてねまつげはたっぷりありましたね。で、まあ、とにかくあんまりトップへ行っちゃうとね何もかも手に入れるとそれこそクレオパトラやね何かみたいに偉い目に遭うんですよ。で彼女もだからまあ人生は腹7分ぐらいでねあんまり美人じゃなくてまあまあ小綺麗な人ぐらいで我慢してた方がいいと思いますね。アメリカのスーパースタースーパースターの中のスターですね。太陽に近いかもしれませんね。崇め立てまつる人が多いんですから、マイケル・ジャクソンでございます。2009年に50歳で亡くなりましたけれどもね、そうですね。もう本当にあれだけジャネット・ジャクソンなんて妹もいて ね彼女もまたキレのある素晴らしい踊りしますけれどもまあお兄さんにはとてもかなわないんですね。まあ、一コマ一コマのね、コマ止めをしてこうやって見てもね、火の打ちどころがないぐらいね、形がね、本当に完全ないい形をするんですよね。私、スリラーっていうのが最初に日本で紹介された時にもね、みんな真似してましたけども、真似できるもんじゃないんですよね。とてもじゃないけど、及ばないんですよね。で、それやっぱりね、顔はともかくとして、体の線の美しさといったらね本当にとても美しいバランスの取れた体してますでしょ。で歌はね私なんか細いなんか蚊の鳴くような声でね悲鳴上げてるみたいで歌はね上手じゃないんでねあんまり好きじゃなかったんですね。でもねマイケル・ジャクソンのね人生っていうのは私ね毎回話すことですけども名声を世界的な名声を得てそして最高の踊り手でねダンスの神様と言われてハリウッドでね一世を風靡したフレッド・アステアというおじ様がいました。この人がまあ踊りがもう素晴らしく紳士でねもう生きてとっても素敵だったんですね。そのフレッド・アステア神様と言われたアステアがねテレビでねマイケル・ジャクソンが踊ったのを見てねもう感激しちゃって、あれだけの大巨匠がね、もう褒めちぎったんですよね。
それぐらいにマイケル・ジャクソンは素晴らしかったんだけども、政府の法則があまりにもね、クレオパトラ、王妃、ヒョウ、ナノコ、マジ、みんなね、とにかく世界一の美女になるとね、変死っていうのがほとんどでしたでしょ。マイケル・ジャクソンも世界的に名声を得て、世界一の踊りの名手で、仕事も何も素晴らしくうまくいって、ただ肌の色とね、顔の作り造形ですね、それが自分じゃ気に入らなかったみたいなんです。そう、何もかも莫大な財産から何か全て手に入れるとね、今に怖いことにならなきゃいいなと思ってましたら、ああいうことになったんですよね。ですからあまり皆様もね、全てを手に入れようと思わない方がいいですね。だから腹八分、腹六分ぐらいで人生はちょうどいいんだと思いますよ。セレブという言葉についてお話してくれということなんですね。で、お話しさせていただきましたけどもね、ここ数年ね、まあ何かって言ったらセレブ、セレブってね、セレブという言葉がひっきりなし使われるようになりましたでしょ。で、セレブっていうのはね、まあセレブリティという英語のね、略でね、日本人は何でも略するのが好きだから、セレブリティというのをセレブ、セレブというようになったんですけどね、本来の意味はね、名士とか重要人物とか、まあそういう意味なんですけどね、ただね、この言葉の使い方によると思うんですよね。別に言葉自体に罪があるわけじゃないんですけれどね、セレブという言葉を好んで使う、そのマスコミのね、メディアの姿勢ですね。で、それがね、なんだかね、自分たちで勝手にその差別をつけてるんですね。で、セレブ御用達とかね、セレブ風ファッションとかね、セレブ婚とかね、ほんで、セレブ、セレブ、セレブって言ったらね、お前たちね、平民とか庶民はね、なかなかね、相手にしてもらえないようなね、高嶺の花で仰ぎ見るべき存在でね、偉い人たちなんだよと。で、またね、言われるね、安っぽい、芸能人たちもね、私たちセレブよ、セレブよ、みたいな、いいのかもんなんですよ、単なるね、癒し。ですから、それをね、セレブ、セレブと持ち上げる方も、洗練されてない田舎者ですよね。ですから私は六本木にね、うろうろしてね、なんか上品ぶってね、金持ちぶったりね、うろたえてね、六本木で遊んで、銀座で遊んでっていうふうにね、鼻持ちならないで、金持ちぶったら、もう、エリートぶったりんちゅうって。これはね、一番みっともない人種ですね。それよりうんと貧乏で貧しくてね、そこから工事現場で働いてる人たちね、真っ黒になってね。まあ、その人たちがもう輝いて一番上等な人種に見えますよ。で、私ね、まあ、東京出てまいりましたから、まだ終戦後すぐだったんですけれどもね、昔のね、皇族の方とかね、家族の方とかね、貴族の方とか、まあ、いろいろいらっしゃいましたよ。で、みんな平民になりましてね、もうそういう家族とか貴族とか皇族っていうのがね、廃止になりまして、なので平民ということに、なった方たちもたくさんいらしてね。で、まあ、三島由紀夫さんなんかはもう、そういった方をね、題材にして書いてらっしゃいましたけどね。でも皇族とか家族とかね、貴族とか、まあ、いろいろそういった人たちいらしてもね、その中でもやっぱりね、エリート意識丸出しでね、そしてね、平民どもは、みたいに実際に口で言ったりとかね、自分たちと同じ扱いしないでくれ、ね、なんて言ったりね、そういう癒しい、既婚の癒しい人がね、これはね、セレブでも何でもないですね。だからね、氏より育ちと申しますと言うけれどもね、いくらね、もう先祖代々、うちはね、大名の出であるとかね、大金持ちの明治以来からのもう豪族の出であるとかね、そんなこと言っててもね、育ち方が癒しければね、本当に品性が癒しくてね、自己反省なんていうのはもうさらさらないし、謙虚のかけらもない、こういうものがいるんですね。ほんで、本当にすればね、全く、ちょっと先祖2、3代たどればね、まあ、商家だったりね、農家の方だったりとかね。だけどね、なんてこの人はセレブなんだろうというふうに、謙虚でね、思いやりがあって奥ゆかしくてね。で、とにかく、人の悪口は決しておっしゃらないしね、特別扱いするとね、もうそんなお気を使いにならないでくださいって言ってね、小さくなってらして、で、どんなところに行ってもね、掃除のおばさんやいろんな人たちにでも頭を下げてね。で、教養百般にわたってね、それをひけらかさない。そういう人が本物のセレブなんですね。ですから本当にね、氏より育ちです。
ですから人間の本当の価値というのはね、その氏ではないんです。それからその階級、また資産、それから地位とか名誉とか、そういうものは一切関係がないと思ってください。物質もそうです。ですからね、メディアが何かをね、セレブと言ったのは、あれはね、全部セレブじゃない人のことです。だからそのセレブを、本当のセレブを知らないメディアがそういう言葉を使っていると、そう思っていただきたいと思います。